ロレーヌはフランス海軍のちょうど急戦艦でプロヴァンス級の3番艦、同系艦のプロヴァンス。第二次大戦時の本艦との相違は3番手砲塔の海と水蒸気施設であった。1912年11月7日にペノエ造船所で寄港され、1913年9月30日に浸水、1916年3月10日に竣工した。 姉妹艦とは前哨基部の航海環境部に戦闘首脳のように見張り書が追加されたところで区別できる。収益後は地中海艦隊に属し姉妹艦3隻で第一戦隊を編成した。第一次世界大戦時は主にアドリア海で対オーストリアハンガリー帝国海軍に対しての作戦行動を行った。 1919年1月にカッタロにやってきた本艦を含むフランス艦隊は他の連合軍と共にオーストリア・ハンガリー帝国艦隊の解体を支援し人員の送還作業は3月まで従事した。同時期にロレーヌとプロバンスはポルシェビキの反乱の抑止のために1919 19年10月から1921年7月まで国会で活動した。 同大戦後の1922年2月から1923年7月にかけて、トゥーロンで第一次近代化改装が行われ、主砲の最大行革を従来の12度から18度まで引き上げて、射程距離が14,500メートルから2万1000メートルまで延伸されるとともに、監視側の13.9センチメートル砲4機が撤去し、代わりに、 対空火器として7 5トル広角砲4機を搭載した。続いて1924年5月から1925年9月にかけてトゥーロンで第二次近代化改装が行われた。この時に艦首側の水線物装甲を約1 0ルほど撤去して艦首の浮力を改善させた。さらに、 手砲の行革は23度まで引き上げられて射程は23,700メートルとなった。またボイラー4機を石炭重油混焼水管管へと改造された。さらに1929年9月から1931年6月にかけてブレスト海軍交渉で第三次近代化改装が行われ、ボイラーの一部をアンドレ式重油戦昇水管管6機に換装し、これに合わせて タービン機関も直結タービンからギアードタービンに換装されて最大出力は4万3千馬力となり速力が増した。外観上で姉妹艦との違いが出たのは1934年9月から1935年11月にかけてブレスト海軍交渉で行われた第4次近代化改装で3番主砲と1機と艦尾側の 13.9cm 砲4機に すべての魚雷兵装を撤去した代わりに日本煙突の間隔を広げ、そこに水蒸気4機を収められる格納庫が設けられ、その上にカタパルトが設けられた。カタパルトは後部を起点として煙弧を描くレールを滑って振り子状に左右に動いた。対空火器も7.5センチメートル広角砲4機が撤去され、 代わりに 10cm 連装広角砲4機 3.7cm、単装広角砲4機 13.2mm4、連装機十2機に更新された。搭載機は、コードリーザー GL819 水蒸気や、ポテ452水蒸気が用いられたが、最終的に、ロアール130となった。改装後は、大西洋艦隊に属した。 第二次世界大戦時は最初大西洋で活動し、1940年4月にはアレクサンドリアへ移った。1940年6月10日にイタリアが戦線布告したのに受けて6月20日、京準洋館シドニー、ネプチューン、オライオン、駆逐艦デインティ、デコイ、ヘイスティ、スチュアートと共にアレクサンドリアから出撃し、6月21日に リビアのバルディアを砲撃した。その後、フランスの降伏により、アレクサンドリアで抑留された。6月28日に、ミュズリエ提督により、自由フランス海軍を創設し、本館もそれに倣って1942年12月に自由フランス海軍に所属し、1943年12月に、北アフリカのオランにて再武装されて、 1944年8月には、ドラグーン作戦に参加して、アメリカ戦艦、ネバダと共に、ラロシェルのドイツ軍人地へ、艦砲射撃を行った。第二次世界大戦後の1947年2月に、停泊練習艦及び、宿泊艦に類物変更されてから1953年2月17日に、除籍され、12月18日に解体業者へ、 売却され1954年1月に解体処分された。ありがとうございます。